皆さんよろしくお願いいたします。すいません。はい、拉致被害者全員奪還ツイキャス、今夜も始まりました。今夜のゲストは拉致被害者の横田めぐみさんの、小中学校クラスメートで、はい、今同級生代表を、務めていらっしゃいます池田正樹さんにお話をお伺いしたいと思っております。今から、池田さんの方にお電話をおかけしたいと思いますので、皆さんちょっとお待ちください。こんばんは。あ、こんばんは。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい、ありがとうございます。池田さん、はい、はい、先月4月の20日に、はい、はい、同級生の方々と、めぐみさんのお母さん、さきえさんと一緒にですね、政府の方に、はい、行かれたわけなんですが、はい、
まあ、何度ももう行かれて、ね、お話もされてこられてると思うんですけど、覚えてる限りでもう何回ぐらい、こういうふうに、拉致問題担当大臣だったり、面会っていうのはもう何回ぐらいされたか覚えてますか？まあ、2014年か15年までは、まあ、私は新潟にいてですね、まあ、吉田、まあ、同級生の、プロのバイオリニストを彼にずっと任しちゃってたんですよ。吉で、田さんが東京在住だということでですそうでね。すね。で、2016年からは、じゃあもう、私も直接、行きますよということで、それからですね、なんでもう5回、6回ぐらいですね。行かれてるわけですね。そうですね、まあ、その時の拉致問題担当大臣の部屋っていうのに、まあ、今回も行ったんですけど、まあ、そこは、今回は、実は控室になってたんですよね。寝かした場所は控室でしたか？そうですね。まあ、実際、お会いするのは、まあ、首相官邸で。で、っていうのは、菅さんの時から、官房長官と拉致問題担当大臣が、兼務されてたので、拉致問題担当大臣の部屋は、誰もいないんですよ。そうなんですね。で、まあ、そこで、まあ、結構へら、とても広い部屋なんですけど、まあ、そこで、先お母さんと同級生と、まあ、佐川の会の森さんっていう方と、どうやって話をして、その大臣の心に刺さる、言葉をどうすれば言えるかっていうのを最終打ち合わせをそこでやらせていただいたんですよね。なるほど。1時間半か2時間弱ぐらい。待ってましたか？そうですね。そうなんですね。まあ、結構待たされるわけですね。違うんです。早実めはにということですか？そうです。5時15分からの、まあ、15分間だったんですけど、15分間ですか？15分間ですね。もっと前は10分だけとかって言われたりした時もあったんですよね。何、10分だけかよって僕は思ったんですけど、そうです、もう池田さん。その時はね、20分ぐらい取らせていただきました。今回は15分ちょうどでした。なるほど。まあ、たまたまなんでしょうけど、池田さん、まあ、今日も本当にいろんな本音も、まあ、包み隠さずといいますか、もう率直にお話ししていただけたらと思うんですけど、20日って水曜日、まあ、平日じゃないですか。で、皆さん、同級生の方々、集まられている方々、皆さん、平日なのでお仕事だったと思うんですが、まあ、お仕事先に、まあ、事情も説明して来られているということなんでしょうか？ごめんなさい。それはもう説明する前に、まあ、内閣官房の拉致隊も、まあ、外務省も、松野さんも知ってることなんで、なのでまあ、そういう、知ってらっしゃると思いますよ。それは。池田そさんんな自身。説明は私はしませんでした。いえいえ、そうじゃなくて、ごめんなさい。池田さん自身も、仕事先に、まあ、ちょっと、取得詐欺は、何も特には言いませんでした。そうなんですね。なので、まあ、特当に、然、まあ、自腹で、新幹線代払っていきましたけど、そんなのは全然どうでもよくて。まあ、でも新潟からやっぱりこうやって東京まで新幹線で来られて、いや、まあ体も大変ですし、仕事も
いやいや、そんね、なの全然、全然大丈夫で、そうですか、ね、今、依子さんも書かれているように、たった15分とかっていう短い時間なんですね、ほとんどそのゆっくり腰を据えて話すっていうわけではないんですね。実はですね、前拉致問題担当大臣兼官房長官の加藤さんが、メッセンジャーでつながってまして、そして、もう今日は全部話しますけど、その奥さんの周子さんって方とも、つながっていて、加藤大臣のね、奥さん、そうですね、応援してくれるんですよ。そして、加藤元官房長官は、早紀江さんと同級生に会いたいっておっしゃるんで、その4月20日の、14時にお時間をいただいて、その松野さんに会う前に加藤さんに会いに行ったんですよ。そうなんですね。前担当大臣に。シェリさんに言ったかちょっと忘れましたけど、もう初めてその衆議院第二議員会館ってとこ行ったんですけど、入る前にもうびっくりしたのがですね、普通に飛行機に乗るときにチェックがあるじゃないですか。それと同じチェックがあって、持ち物とかいろいろチェックされてとか、そんなとこなんだと思って、びっくりしちゃって。そうですね。確かに。面会者の名前とかも全部書きますよね。書いたり、結局、秘書の方がすぐいらっしゃって、書き物はしなかったんですけど、そうですか。ちょっとタイミングが悪くて、他の同級生とか、ノーチェックで入ったりとかしてて。そうですか。で、加藤さんがですね、まずこれまた素晴らしくて、なんていうかな、官房長官の時とか、拉致問題担当大臣の立場じゃない一国会議員として話してくれてですね、すごい誠実さを感じましたね。そうですか、よかったです。30分ぐらいか、20分ぐらいかなと思ったら、3、40分経った時に、電話がありましたとかですね、あと来客者があって待ってますとか、隣にいさせてもらったんで、8人、9人ぐらいでいたんですけど、秘書がメモを差し出すんですよ。そうですか。それも全部無視していただいて、もう先お母さんを優先していただいて、もう1時間ぐらいですね。それまたありがたくて。あと加藤さんにはわざとですね、これから松野官房長官に会いますけど、どうすれば具体的に政府動いてくれますかねって聞いたんですよ。なるほど。そこはね、ちょっと直接的なことはなかったんですけど、いろんな質問をしたんですよ、先お母さんと共にですね。例えば、今、拉致問題担当大臣は、官房長官の兼務してますけど、そうですよね。僕たちは専任になってほしいんです。いや、もう実際に、すいません、私たち、支援者の端くれですけれども、僕本当がに、端くれですよ。そんなことないんですけど、池田さんはね、もう当事者と変わらないと思うんですけど、
これ大臣コロコロ変わっていくの、本当に、まあ、酒井さんにご出演していただいた時にも、まあ、酒井さん自身もそやの、ありがとうございました。いえいえ、本当にありがたかったんですが、お話聞かせていただいてありがたかったんですが、その担当大臣がどんどん変わるのも、その日本のね、総理大臣が変わるのも、もうその度にこう同じお話を、同じことですね。そうです、お願いに、まあ、お願いされることはないんですが、国民を守るのがもう国の仕事なので、はい。でももうずっとこう変わっていくたびに、本当、被害者のご家族としては、もう、ねえ、引き継ぎちゃんとされてるのかだったり、今どれぐらい詳しくこう、拉致問題についてこう、知識だったり、経緯を、把握されてるのかだったりって、ずっと不安だと思うので、これはね、本当、解決、まあ今、被害者が戻っても私は解決だとは思ってないんですが、これはもう、一人の専任の方がずっとやるべきだと思うんですけどね、本当に。そうですうね。ーん。その時のちょっとまあオフレコ、もう今日は全部言いますけど、はい、はい。ありがたいです。まあ、加藤前、まあ、官房長官がはい。僕たちにはどういうふうにおっしゃったかっていうと、うん。官房長官との兼務だったら私は賛成だと思うっておっしゃってたんですよね。そああ、のそ理う由ですか。は、はい。まあ、総理と物理的にも近くて、うん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 。何かあったらすぐにその総理のところに行って話できると。なるほそういうふうにど。おっしゃったんですよはね。い、はい。まあ、それは一理あると思うんですよ。はい、確かに。たまだず、ね、うん。何かないんですよ。そう、ギダさんのおっしゃる通り、なんで、うん。もちろん官房長官っていう、まあ、大きなね、役職を兼ねてる方が、拉致問題のことも、国の最重要課題だから、担当しますっていう、もうそれはわかるんです、一応ね。まあ、そうの重きっていうのはん、うん。ね、すごく日本政府としてね、はい。それは素晴らしいと思うんですよ。はい、はい。でも、その拉致問題をなんとかこう動かすための会合を頻繁に、週に何回も開いてるだったり、そうなんですよ。ね、専門拉致職。隊のね、とか、うん。まあ、他の会合とかもほとんどなくて、はい、そうですよね。そういうことですよ吉田ね。君も、はい。調べてもらいましたけど、はい。そういう会合があっても、その担当者だけ決めて5分で終わりとかね、そんな政府の公式的な、そんなの聞いたら泣いちゃいますよね。本当になんかこう。いや、僕はね、ごめんなさい、政府を批判する気持ちはないんですいけや、わかど、ります、わかります。でも、足りないとはやっぱりね、これはね、足りないって言われてもね、国は、いえ、足りてますとは言えないと思いますよ、さすがに。蓮池さんとも時折、携帯電話で話しますけど、はい。まあ、政府にはもう、ウルトラ C を熟考してもらって、行うーん。動してほしいって言うんですよ、僕にも。そうですよね。もう今までと同じこ蓮と池のさんがそんなね。ことをね、はい。強くおっしゃるから。はい、はい。いや、もう、はずけさんは、やっぱり、24年間、北朝鮮におられたので、で、めぐみさんとね、近くのそうそうそう、向こう拠点でに住んね、でらっしゃってね、そう、一緒にこう、家族ぐるみでお話もされてたり、そうですね。ね、こう、なんか、日本語で話せることもあったのかな、どうなんでしょうね。まあ、北朝鮮の体制がどういうものかだというのは、もう、もう本当私たちにはわからないような厳しさを、まあ、鈴木さんは身をもって知っておられるので、あの国と交渉するのは、その、ね、こう、日本側が、お話ししてくださいみたいな、こう、お願い姿勢で、ひたすら待ってても知らん顔されるだけっていうのは
よくご存知だと思いますから、日そう本ですからね。ね、こういろんなアプローチ、もうただ待つだけではなく、まあ、圧力というか脅しに近いものも含めてですね、もうこれをしっかりこう向き合って返す努力をしなければ、そうでこういうすこね。ともやるぞ、ああいうこともやるぞってことは、やっぱそうりですね。ね、1977年にめぐみさんは拉致されてしまいましたけど、その近くでレバノンのね、はい、20何歳の、女性がね、で、レバノンは、はい、一人、帰って、ラッキーで帰って、そしてレバノンの国内で、世論喚起がすごく起きて、マスコミ、向こうのマスコミが大騒頑張っぎていしたまだしいた。て、はい。レバノン政府が動かざるを得なくなっうんて、うんうん。そして、その残りの女性たちが帰ってきたっていうのを、ね、趣里さんならご存知だと思うんですけど、その話もしたんですよ。加藤官房長、元官房長前官官。房長官はにい。しました。はい。松野さんにもちょっとしたかちょっと忘れましたけど、はい、はい。その時はね、レバノンの政府が北朝鮮にもし返さなかったら軍事行動を起こすって言ったのは、シリさんもね、ご存知だと思うんですけど、そしたらね、北朝鮮はビビったかどうかわかんないけど返して、日本政府は今、憲法もあるので、そんなことは言えませんけど、レバノンにできて、本当日です本よにできないわね。けないですよって僕、強く言いましたよ。本当ですね。先お母さんは、もう、軍事行動は絶対やめてほしいっておっしゃってて、ウクライナの随分前から、もう10年以上前からそんなことをおっしゃってて、そりゃそうだなって僕も賛成なんですけど、ただ2003年か、はい。いやいや、すみません。いや、それはもう、先さんはね、やっぱりこう、まあ、自分の娘含め、拉致された被害者全員が帰ってこなければ、めぐみさんだけが帰ってきても喜んだりされないと思うんですが、それと同時にこう、まあ、救出のために誰かが傷ついたり、命を、ね、犠牲にするようなことなんかは、こう、やっぱりあってはならないと思われてるんだと思いますが、その覚悟があるぞともう言われてる方もいますし、まあそうですね、それも一ちつょっと前のにね、こうね、手段と言いますか、そういうことも辞さないっていうのは私はやっぱり国家として普通のことだとは思うんで、そうですよね、ね、先さんが言えないって主権を思うね、と。奪われてますからね、本当そうですよね。ちょっとお会いしたときは主権は奪われてますって話は、言いませんでしたけど。ね、レバノンの拉致被害者の話はですね、なんか当時、日本政府がこう、どういうふうな、交渉をしたかだったり、北朝鮮とね、どういう、段階を踏んで、こう、被害者救出に至ったかっていう内部資料の公開っていうのをお願いしたんですけど、まあ、最終的にはちょっとこう、まあ、その、まあ、最それ初は、誰が誰にしたんですかね、そのご依頼。とても聞きたいんですけど。日本のですね、公安当局が、そうなんですか。資料の公開してほしいっていう要請を当時はしたんですけど、ごめんなさい。ちょっとよくわかんない。無知ですみません。いえいえ、とんでもないです。いえいえ、もう私も、後からこう、いろいろこう、発表されてきたもので知ったんですけど、
でも結局はね、その最初は出しますって、要請があったら、レバノン政府もこう日本政府に公開しますって言ってたんですけど、まあ、結果的には、まあ、当時内戦があって、まあ、いろんな混乱の中でそういう資料もなくなってしまったということで、まあ、教えてはもらえなかったみたいなんですよね。それ、そうなんですか。それ、拉致隊が、ご依頼したんですかね。いや、私が読んだものは、そそものそも。公安の、方が動いたって、公安庁だったかな。あ、そうなんですね。そうかそうか。そうなんです、もう。これはね、津空海の資料にあったんですけど、ちょっと皆さんにそれちょっと貼っときましょうか。ちょっと待ってくださいね。コメント欄に貼っときますね。あったあったあった。黒坂先生、ありがとうございます。こんばんは。今日池田さんがお話ししてくださってます。もう、ですね、池田さん、もう、ロシアによる全面侵攻、ウクライナへの侵略がですね、2ヶ月戦争っていうことで続いてまして、日本でももう毎日のように報道されてて、私はすごくこう、まあそれに対してこう、もう、ね、一日とこう戦争が長引くと、一般のもう向こうの民といいますか、庶民が苦しめられてるので、本当若い女性が、まあロシア軍によるレイプ被害があったりとか、ですよ。許されないよね。ねえ、ほんと残虐的な、こう、虐殺がね、あったとだっかたり。すべてのこう住宅のもう屋根もないぐらいのね、あんなの考えられないですよね。いや、もう、それに、ね、こう、いろんな人が、もう一日も早くね、戦争が終わってもらいたい、本当に早く、ロシア軍の撤退をね、望まれてると思うんですけど、日本の中でもこれだけこう、拉致問題が解決できずに40年も50年も続いてきてる中で、まあ、昔起こった事件とはいえ、現在進行形で被害者はね、帰国できてないのに、そっちについてはほとんど報道がないのも私にはやっぱりこう、自国民のことをもっとしっかり報道してもらいたいし、って思うんです習けど近ね。平も金正恩も今、戦々恐々としてると思いますよ。そんな中でね、こう、軍事パレードをやりましたけど、白い軍服着てね。って感じですよ。僕の弟っていうか、めぐみさんの弟の哲也君がよく言うんですけど、今の金正恩になるタイミングで、そうですね、本当に。拉致をお父さんが認めたんだから、すべて、もう800何十人だから返して、そして日本と国交をもう平和的に樹立して、1965年で韓国は日本と国交を樹立したときに、その時も1兆円以上の日本は経高済援速助しましたドけルとどかね。ね、もうそれを知ってるから、まあ当然彼は頭いいので、あの方は頭いいので、あいつは頭いいので、もうその倍でもいいですよ。もう2兆円でも3兆円でも渡して、そうすると北朝鮮のもうかわいそうな国民のためになるじゃないですか。ならないと思います。ごめんなさい。まあ、そういうふうになるように渡せば、まあ私からちょっとわかりませんけど、もう酒お母さんは北朝鮮のそのかわいそうな国民のためにもクリスチャンとして祈ってるんですよ、毎日。いや、もうその、そのね、さきえさんの
慈悲深い思いは私もすごくわかってるんですが、そうですね、国交正常化。あ、それは全員帰ってきてからの話ですあ、けもど。ちろんもちろんそうですよね。ただ、あとはね、向こうのね、本当は、キム・ロイヤルがなくなれば一番いいですよ。やっぱりね、皆さん、私はもうロシアの侵略を見て、北朝鮮と一緒だなと思ってるんですね。やっぱ、独裁の恐ろしさと言いますか、やっぱり国民のことを少しも思ってないトップというか指導者と言いますか、そういう人が国の一番上にいて、何でも決定権を持ってしまうと、もう本当にそこの国に生まれたり、暮らしてる人は本当に不幸だと思うんですけど、やっそうぱですね。ねえ、苦しい、本当にもう残酷な人いや、生を送るわけですよ。ドイツもそうですよ。アシュビッツもそうですよ。北総線もそうですよ。万遍防護の。本当ね。本当そうですよね。だから、日本の周りにこうやってロシアと北朝鮮と中国っていう、人道的な北方ね。四島何なんだって話ですよ。ロシアが、ソ連、ロシアだっね、たら北方領土もね、私はもちろん日本国民ですから、日本の古来の、領土ですから返してもらわなければとは思うんですが、あそこにはもう今1万5千人、6千人だったかな。北方領土にも知って人まがす。ね、住まれてますよね。普通にね。で、その人たちに、もう、立ち退いてもらうっていうことは、さて、ね、どうするんだっていうのも、移住権っていうのもありますから、そうですなね、かなか相撲難家しい。からの1万5、6千人の方々の、尊重しつつっていう、そういう措置をしなきゃいけないですよね。そうですよもね。う、ウラジオあたりに土地を日本国は買うとかね。ここが難しいんですよ。やっぱり国民にとっては、70年も経っちゃってね。終戦した後に、約束破って侵略してきたロシアになぜそれをしなければアなラらフトないのの真んかっ中ていとう。かもね、そうですしもう、多分日本に北方四島を返したら、北にアメリカのね、軍事基地、米軍基地が作られることも恐れたでしょうし、そういうのもあって、とにかく一度取ったものは返さない。で、もうね、主権がある国に対しても、元は自分たちのものだったみたいな気持ちであえて侵略してきてますから、もう私は、これはよっぽどじゃないと帰ってこないんだろうなって思ってしまって、でも取られた時にもそこに住まれてた方もいますし、いやー、僕北海道にソ連の戦車が来なくてよかったってすごく思ってまして。ちょっと話が変わりますけど、ごめんなさいね。とんでもないです。でもやっぱり私はもうちょっと世界がこういう、今ね、戦後、力による、現状の変更を許さないっていうことを守ってきてたはずの秩序がもう狂わされてしまった今となっては、みんなでやっぱりそういうものは絶対許したらダメなんだっていうところは一致して、そうでやっていかないと、もう台湾も危ないですし、日本だって十分危ないですし、今はロシアも経済的に、制裁も加えられてるし、戦争でね、お金もいっぱい使ってるから、一時的には弱まるとは思いますが、ね。その、ね、
覇権主義と言いますか、強権主義っていうのはきっと変わらないだろうなと思うんですよね。じゃあ、そろそろ私が全面的に応援しますので、シリシャ立候補すれば。いやいや、ないいでやす、でないす、です。ははははじゃなくて。ないですね。応援しますので。池田さんこそどうですか？ いや、いでや、も、僕はちょっとね、池田さん、でも冗談抜きで、本当みにんなの前で喋れないんいやでいすや、よね。とんでもないです。池田さん、そういうふうに立候補しませんかみたいなお話はないですか？いや、加藤元官房長官からもありましたけど、あ、そうでおすか。断りしたんですよ。あ、そうなんですね。それは女房も反対してまして、まあね。そうなんですよ。僕もそんなに器がないので、いえいえ、やっぱりね、ずっとこう、長く安定してお仕事を続けてこられてるのに、ね、政治家さんになりたいってなったら、こう、退職して一回はもう、こう、無職にならないといけないじゃないですか。そうですか。そう。女房が大反対していましね、て。いや、そりゃそうですよ。ね、なかなか難しい。子供さんもね、まだ、大和のお母さんが大反対してるんでね、すそりよ。ゃそうですよ。大和くんねえ、の。そうですよ。やっぱり、ね、子供も、娘、ね、奥様もいて、家庭の安泰が大事ですから。はい。ね、いやいちょっと、や。また明日、お話ししてみます。はい。あ、何の話ですか？立候補大丈夫かって あ話してみます。いやいや、とんでもない。いやいや、もう同級生代表のね、お仕事だけでも十分大変だと思いますので。はい。皆さんにちょっとこれ、はい。あ、ごめん。加藤さんとの話とか、また話戻していいであ、しょうか。ぜひぜひどうぞ。あ、今ちょっとこの画像のご説明だけさせていただいていいどうですぞ。か？ですね、川崎市の方で、5月いっぱいだったかな？6月末まで、あ、6月末です。バスのあ、話ですそうかでね。す、そうです。あ、6月末までですね。はい。川崎市バスの方で、めぐみさんの、横田めぐみさんのお写真だったおり、話ですよね。はい、いろんな、今こう、実はですね、はい。実は新潟交通の僕の親友がこれ聞いていただいてると思うんですけど、はい。その方に話をしたら、週明けに直談判して、新潟交通のバスにも、っていうふうな話があってですね、本当そんな話を聞くともうめちゃくちゃありがたくて、もう涙出てですね。あ、そうなんですね。はい。もうこういうの全国で広がるといいですね。そうですね。特に横田さんがいなくなった新潟市なんで、そうですよね。はい。お伝えしたか忘れましたけど、野渕監督のしてらっしゃった、めぐみへの誓いの映画の時に、新潟交通さんが、500何十台バス持ってらっしゃるんですけど、はい。すべてのバスに、めぐみへの誓いのポスターを、もうポスターの、まあ最終的には、そのデザインは僕がさせてもらったんですけど、はい。全部のバスに貼ってくれたんですよ。もうねえ、ありが1ヶたい月で以すよ上。ね、本当に。本当感謝で、ちょっと取締役の名前を今言いたいんですけど、ちょっとまあ、公な場所なんで言いませんけど、あ、いえいえ、いいですよ、全然。はい。いいことしてくださってるので。はい。ちょっと、今も聞いていらっしゃると思うんですけあ、ども、は素い。晴らしい方がいて、そうですか、ありがたいです下ね。の名前まで言います、まさきって言うんですけど、あ、同僕もじ、まさ正き樹さん。で、はい。そうです実はか。新潟にまさき会ってあってですね、へえ。それで知り合ったんですよ。あ、そうなんですね。
まだジュニーもいないんですけど、ん。素晴らしい人なんですよ、そのまさきさんが。本当ですね。こういうふうに、まあ、4月、5月、6月、3ヶ月、やってくださるということで、まあ、川崎あ、の。そうです、そうです。この川崎の、まあ、普段、パネル展だったり、写真展だったりっていうのは、どうしても、こう、関心のある方しか、ね、やっぱり目に留めてくださらないところもあるじゃないですか。でも、バスはね、まあ、市民だったり、まあね、市民外の人ももちろん利用しますから、こうやってバスに乗車された時に見てくださると、ね、メッセージも、写真だけじゃなくて、拉致問題の解決に向けてのメッセージも、こういうふうに、掲示されてますので、やっぱりね、こう、きっかけ、いいきっかけになると思うんですよね。港交通の方も、月さんが作っていただいた、この画像も含めた動画をご覧になったんですよ。あ、そうなんですね。ありがたいです。はい。で、週明けにもうすぐ社長に直談判しますって言ってくれるんですよ。そうですもうそか。のお心が荒れたくて。本当ですね。そっか、市バスでね、こういうふうに、市バスさんとしても、こう、バスの中の、こういう広告のところって、まあ、貴重な、広告収入、新人間ね。ねえ、なってると思うんですけれども、でもこういうふうに、はい、本当感謝で。めぐみさんのね、助けてくださいっていうメッセージをこうやってやってくださると本当にありがたいです。もう必ずしてくれますよ。でもこれって全国で本当は広げていかなきゃいけない活動なので、そうですね、ね。私もちょっと地元神戸なんで、神戸市バスさんとか、はい、こういうふうに川その崎ご依市頼でさきんれば、が、僕行きますいよ。や、CA さんと一緒に。言ってみようと思いまして、連休明けになっちゃうんですけど、川崎市さん、こういうことされてますよって、新潟でもされてますよ、神戸市でも、どうですかっていうふうに、お伝えしようと思います。実は、5日前にですね、兵庫県の方で、拉致問題の啓発ビデオを、この度新しく作り直しまして、はい。どういう団体が作った？兵庫県が作りました。すごいっすね。ああ、いえいえ、とんでもないです。今ちょっと皆さんにちょっと YouTube URL も、はい、こちらのね、YouTube URL で、兵庫県の拉致問題啓発ビデオ、私たちにできること、拉致問題の解決を願ってというのが、そうなんだ。はい、5日前にちょっと出たところなんですが、まあ、こういうふうに、こう、いろんなところが、ね、しっかりこう、各自治体でいろんな声をずっと上げ続けることで、国の意識も、ね、これでは県民では申し訳ないだったり、ちょっとね。その、あの、知事に言いたいですよね、新潟県知事ね。はい。もう、いやいやいや、新潟県だけじゃなく、もう全国、でね、もうしっかり取り組んでいかなきゃいけないことですから。まあ、拉致イコール茂父さんが頑張られてたので、横田がね、はい。横田めぐみさんが拉致の象徴になった新潟県がね、まずは頑張んなきゃいけないなと思いますからっていう意味で、新潟のあの花角知事に頑張ってほしいなと思いますけどね。あ、いえいえ、とんでもない。本当に新潟、私から見たらやっぱり熱心に頑張られてると思います。はい。全然そういう取り組みがない、自治体もそうですね。多いので、まあすそみう、ません。よくね。知ってます。はい。これはもう日その本兵全庫国県のの問そ題の、なので。また URL を教えてください。あ、はい。ありがとうございます。後でメッセンジャーにも、お送りします。でぜひもお願いします。ね、見せてもらったんですけど、兵庫県が、まあ、作ったっていうもの。なんかこう、文句言ったら ダメなんですけど、ちょっと私としては、ちょっと何？不満なところも 高校生がですね、まあ、こう、
演劇仕立てと言いますか、最初は高校生が拉致問題について、まあこう、拉致問題が起きた、わかんないと。起きたのがですね、もう随分昭和40年代だったり、30年、40年代、まあ50年代っていう時に、まあ頻発したんですけど、まあ私たちが生まれるずっと前のことだから、まあ知ってる人も少ないよね。それは本当にそうなんですけど、っていうことで、なんかこう、昔のことみたいな、まあもちろん発生したのは昔のことかもしれないんですけど、まあ平成になってからも、認定されてませんが、特定失踪者の方もいますし、だから昔のことって言ってしまうのはどうかな。あと、今、現在も、被害者は取り戻せないというので、現在進行形の形でもうちょっとこう、やって欲しかったな、みたいな、内容ではあったんですよね。でもまあ、やってくれたっていうのが、まあ、ね、全然前進ですから、そう。そうですよね。ね。まあ、あまり文句言うたらダメですよね。せっかくやってくれたのに。や、ただまあ、こういうふうにしてほしいっていうのはちゃんと言わなきゃいけないですよね。そうですね。まあ、でも、作ってくれたことに関して、こう、そういう積極的な取り組みは本当にありがたいですっていうのも、私ももう、県民として、県に伝えようと思いますし、まあ、こういうものを作ったっていうのも、その、拉致問題なんとかしたいっていう、人のね、声、まあそういう県議会議員さんの声があって、こういう実現もされているので、まあ各自治体のね、議員さんとかにこう働きかけだったり、一生懸命こういう活動をね、やってくださっている方を、私たちがまたそれで応援、まあ選挙の時とかにそうもでね、応援していくのも大事だなと、改めてもう本当に一歩一歩、粛々とね、池田さんも、メディアの方だったり、各自治体の議員さんとだったりとか、もう全国的に仲良く、お付き合い続けてこられてると思うんですけど、やっぱりこう、理解してこう、応援して協力してくださる方っていうのは、随分いるなっていう感覚ですか？いかがですか？そうです印象ね、は。外務省にも大親友がいて、あ、そうですか。もしかしたら今聞いてるかもしれないんですけど、もう首席事務官ですよ、もうすごい偉すくごい立て、派な方じゃないまあ、ですそれはか。拉致隊からもに、出向されてこられた外務方省でかすら、ね。で、また戻って、もう偉くなっちゃって、ああ、そうなんですね。もう50前後なんですけども、去年の11月の末の横田さんのための再会を誓うチャリティーコンサートにも自腹で来てくれたんですよ。ありがたいですね。本本部当がそれに。も、まあ、横田さんの恩師の中林先生も、のこともすごく気にしてらっしゃってて。で、実は4月20日に、松野さん会った後に、同級生だけで新橋で夕飯食おうぜって5人、4人ぐらいで、吉田も含めて、たら崎岡さんが来る、行きたいっておっしゃるんですよ。ああ、そうですか。大丈夫？このコロナ禍で、もういいからいいからって言って、じゃあまあまあ、適切なお店選ぼうね、新橋の駅前、東京のね、で、まあ、夕飯食べたんですけど、もう先お母さんがめちゃくちゃ喜んでらっしゃって、ああ、よかったです。まあ、もう、あんな先お母さん見たことないぐらい、もう、ウキウキしてて、もうずっと笑顔で。多分同じ、横田と同じ僕たちを見て、それを通して、めぐみさんを見てるんだろうなってそう思でいしなょうがら、こう、ね。見てましたよ。で、その時に、外務省の人も、もともと、おいでよって言ってたんで来てくれて、そうですか。少し遅れて来てくれて、さきさんもうとお先話岡もさされんて。ともお話をしてもらって、いただいて、
してもらって、外務省もよろしく頼む、お願いしますよって強く言っときました。本当ですね。まあ、その方も、素晴らしい人なんですよ、そのあ、人も。ねえ、なんとかしたさっいっき言ったて、ようにね。はい、思ってくださってるでしょうし、まあ、そういう思いのある方も、日本の外務省が、もっとどうしてちょっこうとやっておくれ触れないの前かおと願いいう。しますねって、はい。ここだけの聞いてらっしゃる方だけの。あ、はい。結構、なんて言うんですかね、支援者からの不満の声っていうのも、心苦しく聞かれてるんだと思うんですけど、そうですね。もう彼はすごくプライベートでもオープンにしてくれてて、引っ越しの時とかね、いろんな話を僕にしてくれるんで。ああ、そうなんですね。はい。まあでも、そういう方が、ね、主席の方が、早紀江さんと実際にこう、なんていうのかな、ご飯も食べながらお話もされるって、すごく心強いなと思います。ラッキーですよ。ね、ありそうがたでいですすよ。よね。下田さん、この間、直接、松野さんに、署名の方とかですね、お渡しされたと思うんですけど、この心からの署名っていうのと、あと政府へのメッセージっていうのは、これは池田さんがまとめて作られたんでしょうか？署名とか、そうですね。作らせていただいて、その90%ぐらいは、Facebook の仲間が僕にいただいた。それとあとは、そんな感じなんですよ。本当だから、ネットのこういう、シェリーさんの活動もすごくありがたいことあ、で。いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。そういうふうに Facebook とか、下田さん Twitter もされていらっしゃいますので、ぜひ皆さん、池田さんの方に、またね、祝会とか、調査会でもいいですし、署名を集めて送っていただけますと、こういうふうに、直接政府の方に、届けありがるとうことができますので、ぜひ、よろしくお願いします。ございます。感謝いたしまありす。がとうございます。まだまだこれからもね、そう、私も連休明けにもそうやって、市バスだったり、いろんなところに働きかけやっていきたいと思いますので、池田さん、これからも諦めないで、もう何がりがと何でうございます。も一番大事な、諦めないの心で。松野大臣もオープンにしてないらしいんですけど、娘さんがいるんですよ。そうなんですね。お子さんいらっしゃるんですね。その話もしまして、ああ、そうですか。自分事のように頑張っていただきたいというふうに言っそうですたりね。とか、本当に。もう最重要課題じゃなくて、最優先、最重要課題にしてほしいって僕は直接言いましたけど、あとは具体的にいつまで何をするかって、先お母さんが言ってほしいっておっしゃるので言いましたけど、例えば5月までに何をしてっていう話をしたんですよ。具体的なものをってことですプね。ラン・ドゥ・シーとかあるじゃないですか。もう先お母さんは、たとえそれが失敗してもわかいいりかます。ら、もう一度ウルトラシーでも実行していただいて、実行していただきたいというふうにおっしゃってましたよ。だから、そう言ったんですよ。よくわかります。取り組みますとは言うんです、政府は。でも、どう取り組んだかが被害者や国民に伝わってないんですよ。そうなんです。私たちも、せめて、そうですね。先お母さんだけに伝えてほしいって言ったいんでや、すよ。本当、被害者の、ね、ご家族だで、けに先お母は、さんは、そんなのを伝えてもらって、その政府の行動が変な風になるようなことは、他の人に、僕にも言ってほしくないし、他の人に言うわけないじゃないですいや、か。もちろんそうですよ。家そう族いうの話ね、をお願いし安た否んにです関よ。わることですから、これはもう、ご家族だけで、他には出さないでくださいって言われたら、もちろん被害者そのれごも家ね、族は今回はね、ね、ちょっとうやむやにされちゃったな。
そうですか。結局それちょっと、ね、そこは寂しかったけど、もう、その新しいことに取り組むっていうことは本当に遅いですよね。でも、蓮池さんがすごい言うんですよ、僕に。政府の高官を、呼び出してじゃないけど、蓮池さんすごく怒るっていうか、いや、そうですよ。真剣だからそれだけ。強くおっしゃるんですよね。だって命かかってますかちらゃんね、とウル本トラ当シに。を考えろと。私もね、例えばですね、はっきり言えばですね、もう長く議長をされてるホ・ジョンマンさんとか、朝鮮総連のトップの人っていうのは、やっぱり北朝鮮の国会議員でもありますし、ちょっといろいろその辺教えてなくださね、い。パイプを持ってらっしゃると思うので、別にね、報道とかに漏れないように、秘密裏にでもでですね、会談なりを重ねて、どうやったら、被害者救出につながるかということをですね、もうしつこく、もう根気よくですね、毎週のように呼び出しをしてですね、来なかったら来ないで、そこで諦めずに、何度でも直接、朝鮮総連本部に行かれてでも、面会を申し込んでっていうことぐらいはね、やらなきゃダメですよ、本当。それ拉致問題担当大臣がいらなきゃいけないよね。そうですよ、本当に。で、またそういう会談に結びつくように、その話をしたんですよ。加藤前官房長官にしたんですよ。2014年に、ウランバートルで、ウンギョンちゃんとご両親会ったじゃないですモか。ンゴルでね。2002年に5人の拉致被害者が帰ってきたじゃないですか。それは、北朝鮮の、ミスター X かわかんないですけど、いたんですよ。そういう水面人下たでちね、そうと。いう、会談に結びつくように、努力した人がね、いましたから。とか原因とかわかりませんけど、先お母さんとも話しましたけど、加藤前官房長官は、そのパイプを再構築してやらなきゃいけないっていうふうにおっしゃってましたよ。もうね、もちろん今はね、ないのか、あるのか、それさえも言わ元ないと思うん科学です者けの吉ど、田君は、今、彼聞いてるか聞いてないかわかんないですけども、言っちゃいますけど、そういうキーマンもきっと殺されたりとか、してる可能性あるね。だからまた再構築、再必要だっていうふうに言ってました。今でもそよのし、聞いてとたらごめんね。大 丈い夫。や当時にね、北朝鮮に単独で渡っていろいろ蓮池さんだったり内村さんだったり曽我さんのね、お子さんが後から戻ってくる時に北朝鮮当局の人と打ち合わせした人っていうのが今も日本にいらっしゃいますから、ノウハウを聞くなり、その当時のパイプはもう一度ね、つなぐことはできないかだったり、そういうこともね、やってないんです。だから、今日一日、拉致問題のために拉致問題担当大臣、日本にね、一人しかいない担当大臣が何をしてくれたかっていうのをね、教えてもらいたいですね。今日何にもやってないっていう日が何日あるんだろうっていうぐらい、私はもう怒り心頭なんです首相けはど、こんなことをやってたっていうのが新聞にあるじゃないですか。首相あ同るんで行っすてあよ。りますよね。あれ、拉致問題担当大臣にやってほしいよね。本当ですよね。それぐらいね。やっぱり国それ民やれっもつってね。ね、真剣に追及をしなきゃいけないし、結構みんな諦めてたり、追及をしてない人が多いので、もう7月参院選あるって言われてるので、皆さん、ぜひ、日本のね、ごめんな拉さい。致、あとですね、ちょっとお話ししたいのが、さっき話をさせていただいた新潟の港からの
まあ、例えば万遍番号ってうんシェリうん。さんごぞ、はい、知ってらっはい、しゃると思うはんい。ですけど、騙されて、うん。もう地上の楽園だって言って、言われねて、行かれたえ。は9い。万3000人はい。ぐらいの方は々い。の、辛い思いを僕も同じ北朝鮮の人権問題として支援したいなと思ってですね、その方々の、まあ、亡くなった方もいらっしゃると思うんですけど、話に聞くと、その9万3000人のうちの3割は強制収容所だったんだって。そうなんですって。今一説にはそう言われてて、もしかしたらもっと多いとか、そのしっかり北朝鮮側がね、隠してる部分があるから、統計では出てないんですが、で、たまたま私がまあ、会社を入らせてもらってる、にわた日報さんの本社ビルメディアシップに言うんですけど、そこから、始まる、まあ、2キロぐらいの、万遍番号が出港するあたりまでの通りが、名前があるんですよ。その名前が、北朝鮮で、まあ、新潟って柳って意味で、ボトナム通りっていう通りがあるんですよ。そこは、1959年から1984年まで、まあ、国連で言うと拉致されたっていうふうに言われてるんですけど、もう日本人妻とか日本人夫とか6000人ぐらいの日本国籍の方々もいなくなっちゃって、いや、まあ、もう僕はね、その方々のためにも活動したいなっていうふうに思ってて、日朝親善のために向こうに行かれた方々が300本ぐらい、その通りに柳の木を植えたんですよ。それをこう、もう今は横田さんの桜と同じように、朽ちちゃって、それをリニューアルしようっていうプロジェクトがあってですね、たまたま去年の12月に新潟市で、そういう会合があって、僕も知り合いがいて行ったんですけど、じゃあ僕も加担さ、あの、支援させてほしいっていうふうに言って、やったんですけど、そんな、やってますね。それをちょっと今日お話しさせていただきたかったところです。ありがとうございます。もうそのことについても、これからもツイキャスでもお伝えしていこうと思ってますので、ぜひ。池田さんよろしくお願いします。ありがとうございました。すいません、長くお話しいただきまして、ありがとうございます。これからも、もう何が大切かっていうのは絶対諦めないことと、まあ、少しでも何かこう、民間からでも、重い政府の腰をね、突き上げるために、動いてくれる仲間、議員さん、メディア、もうすべて含めて、こう協力して盛り上げていくことだと思っていますので、ぜひ、これからも、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。池田さん、お疲れ本当様でに、した。シェリーさんは、僕の心の友なんで、またよろしくお願いしまあす。りがとうございます。私いっも。ぱいいるんですよ、心の友が。それがね、ありそうがでたくすて、ね。はそい。の、ベトナムの方々もそうですし、うん。今聞いていただいてるツイッターの方々の友達もそうですし、また、思いを一つに、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。お疲れ様でした。池田さん、もう頑張っていきましょうね、もう。
時間がないからもうどんどん頑張りましょうね。はい。ありがとうございます。はい。お疲れ様でした。ありがとうごシざいェリーまさしんもた。辛いところありがとうございあ、ましいえいえ、た。とんでもないです。ありがとうございます。はい。失礼いたします。失礼いたしまはす。い。ありがとうございました。はい。池田さん、お疲れ様でした。ちょっと今日も会合にお忙しい中ですね、ちょっと、急いで帰宅してくださって、お電話で、こうやってご出演してくださいました。ありがとうございました。はい。池田さんもね、もう、本当に、何度も政府に足も運ばれて、ずっとこう、早紀江さんと茂さんの戦いも間近でね、見てこられて、茂さんも亡くなられて、早紀江さんもどんどんやっぱり、やっぱり若い時よりはお年を召されたらね、体力的にも、精神的にもお心も弱られていきますし、本当に早くしてあげないと、というふうに、はい、思います。あ、来週のね、ゲストの紹介もなんですが、もう一つ、潮風のクラウドファンディングですね。はい、順調にですね、たくさん、ご寄付をしていただきまして、進んできております。で、ですね、まあ、最初こういうものっていうのは勢いがあって、こう、出だしと言いますか。はい。出だし好調なんですけども、ここでね、中だるみしないように、まあ、残りまだ、39日。今、現在支援者の方445名ということで、今順調にもう半額以上集まりまして、はい、残り、あと300万ほど目標に頑張っております。で、応援コメントもね、次々、皆さんにいただいております。ぜひ、第2弾になるんですが、届け海を越えて北朝鮮向けラジオ放送潮風応援プロジェクトよろしくお願いいたします。まあ、ついでもの時にも、この潮風の、北朝鮮向けラジオ放送潮風の、クラウドファンディングについて、ついでもで書いていただけるとありがたいです。ありがたいです。はい。で、来週のゲストはですね、先週皆さんにお話しさせていただいてました。現在ね、まあ、ウクライナの首都キーウにお住まいの高垣文哉さんに来週生放送でお話を伺えるというお約束ができました。はい、ありがたいことに。で、高垣さん、今ですね、まあ、ウクライナで自営業をお勤めなんですが、まあ、もうこういう戦争中ということで、お仕事を今ちょっとできない状態で、ボランティア活動に励まれてて、まだ政府とかの支援が行き届いてない場所っていうのがね、やっぱウクライナ広いですから、国土。まあ、そういう場所に、食料だったり、必要な物資だったりを届けるっていうことをされています。で、私、高垣さんと1時間20分ぐらいお話しさせていただいたんですが、本当に嘆かれてまして、まあ、家族も奥様と、まあ、小さなお子様を2人と、もう少し安全な場所ということで、避難されてて、で、高垣さんご自身は、まあ、仲間の方々と一緒に、そういう、今でもね、食料とか必要なものが届かない人のところに、なんとかこう物資を集めて届けたりというボランティアをされています。もちろんその高垣さんが住まれてるキーウにも、私と電話で話した日の3時間後だったかな。ミサイル攻撃も
あったんですね。お話したのが、ですね、先週の金曜日、違う、木曜日か。はい。だったんですけど、日にちが変わる、6時間ぐらい時差あるんですけど、向こうの夜の9時ぐらいにですね、ミサイル攻撃ありましたね。だからまだまだ高垣さんご自身も、その安全ではないんですが、なんとかこう、みんなにこう、ウクライナの惨状をですね、分かってもらいたいというお気持ちで、いろいろ発信を続けられています。ちょっと今皆さんに、まあ、もうチェックされている方もいらっしゃるかもしれませんが、高垣さんのツイッターアカウントとかですね、フェイスブックアカウントを、お伝えいたします。もしよかったら、フォローだったり、フレンドだったり、はい、なっていただけて、高垣さんの発信を見ていただけたらありがたいです。で、いつもと同じ夜の10時からですね、ご出演していただけるということで、配信の時間は、変更はないです。来週の夜9時55分、夜の9時55分から配信させていただきます。はい。山猫ちゃんありがとう。その時差があるんですけど、また高垣さん大丈夫ですというふうにおっしゃってくださって、今、YouTube アカウントも貼らせていただきました。ぜひチャンネル登録していただけましたらありがたいです。ウクライナ情報局という、はい、チャンネル登録、チャンネルを、作られて、日々、ウクライナで、まあ、今こういう状態ですだったり、発信されています。で、日本放送の飯田浩司さんの OK 浩司アップとかにも電話出演されたり、アメーバ TV だったり、こう、日本のね、キー局のニュース番組だったり、ワイドショーだったり、いろんなところにも、電話でご出演されたりして、今、ウクライナではこんな感じですと。で、まあ、高垣さんご自身がこう肌で感じ取られてる、本当にもう庶民の目ですよね。一、一般の人の目から見た惨状っていうものを、もう、そんなね、政治的な、こう、何もこう、そういう、こういうふうに情報操作したみたいなものが一切ない方ですから、もうありのままのことを、正直にそのままお伝えしてくださってます。で、拉致問題のことも高垣さんに、お話ししましたところ、やっぱりその北朝鮮だったり、ロシアだったり、まあ、ね、中国だったりっていうその独裁政権の下で苦しむ人々っていう図式は今のウクライナと同じですよねというふうに、おっしゃられて、で、まあ自分も拉致問題については何かこう、力になれることがあったらやりたいというふうに、すごく関心も高く持ってくださってて、自分のウクライナ情報局の方でも、拉致問題のことも、これから発信もね、協力してやっていきましょうということも言ってくださいました。で、そういう、高垣さん、そのツイッターの方とかでも、その、まあ、一部のですね、ロシアというか、まあ、プーチンを悪く言うなと、プーチンを擁護したい人たちに、ちょっとこう、心のない、ね、心ない言葉っていうのも、こう、ツイッターなんかで浴びせられてるところもありまして、なんでやろうなっていう、本当にこう、なんでそんなウクライナの人を、ウクライナ軍が殺してるだったり、そんなもう、政府批判をしたら15年も懲役に入れられるようなロシアの、
プロパガンダに騙される。そんなね、もうロシアの国内でさえロシアのことを悪く言うような、メディアは全部こう消されてしまったのに、なんで安全な、まあ安全っていうか、まあ今のところ安全な日本国内で、そういうロシアのことを、擁護したい人、ロシアのプロパガンダに乗せられている人が騙されたり、ウクライナの人を悪く言ったりするのがほんまにわからへんって言って、心を痛められています。で、まあ、高垣さん自身も、ロシア軍によって殺された方の遺体とか、ロシア軍人の遺体も見てたり、そのロシア軍人の遺体の下にね、地雷も置いていかれてたりとか、そういうものを実際目で見てきてますし、クリミア侵攻の前からウクライナに住まれてた方なので、クリミア侵攻前のウクライナから見たロシアの印象と、クリミア侵攻された後の、まあ、8年前ですね、クリミア侵攻された後のウクライナ人がどういうふうに変わっていったかだったりとかも、もう本当肌感覚で、全部知られているので、ウクライナの人みんなロシアが好きやったんですよと。大国ロシアやと。立派な国で兄弟みたいなもんで、世界に名だたる国で、ね、G8、G7、G20 に入っててっていうふうに、まあ、自慢に思ってるところもあったし、だけど、ああやって、侵略し始めてきてからは、すごくやっぱり、なんでやと、なんでこんなことするんやっていう、で、どんどんロシア軍の人たち入植させて、で、クリミアの住民投票でも、クリミアの人たちってね、普通に、まあ、ウクライナの中移動できるので、キーウに来た時とか、そういうクリミア在住の人に聞いたら、住民投票も全部、選挙と、というかね、住民投票の票の、まあ、なんていうんですかね、票操作っていうのは、随分されてたんで、あんな9割がロシアにつきたいなんていうのは、もう真っ赤な嘘なんだっていうのも、たくさんのクリミアの人の声も聞かれています。で、ね、やっぱりこう、いろんな複雑な思いだったり、抱えられながら、ね、本当のことを何とかみんなに分かってもらいたいということで、まあ、ご自身もツイッターもアカウント作られて発信されて、フェイスブックでも発信されて、いろんなメディアから、インタビューを受けたら、答えられてということで、続けてこられてるんですね。で、ツイキャスではもうこうやって生放送になりますから、まあ、約1時間ぐらいお話ししてくださいますし、皆さんからこう、コメント欄で質問をいただいたら、何でも答えますっていうふうに言ってくださってますし、はい。なかなかその、私らにもわからないところも、ね、メディア報道だけでは見えてこないところも、また高垣さんからこう聞いていただいて、こう見えてくるところもあると思いますんで、はい。さっきね、私もツイッターで、高垣さんのツイートをちょっとこう、リツイートしたんですけど、高垣さんご自身が、その、ウクライナに住まれて、随分ウクライナも昔に比べたら、その、クリーンになってきてたんですよ、と。最初僕が、この国に住み出した15年ぐらい前とかは、もう本当にその、いろんなね ところに腐敗だったり、汚職だったりっていうのはあって、その、例えば空港をね、日本とウクライナとの行き来してるときに、その空港を通過するときに職員の人とかの、
袖の下というんですかね、まあ、これで通してみたいにやらないと、まあ、そういう賄賂目当てにいちゃもんつけられて、足止めされてっていうことって当たり前だったそうです。はい。で、そういうものがね、随分こう体質が変わってきて、ずっとずっとマシになってきてたそうなんですね。まあ言うたらこう、そういう、まあロシアより元ソ連ですからね、ウクライナ、元ソ連の当時に慣習になってたこととかも、ずっとこう、その自由主義国よりに、はい、ちょっとずつちょっとずつなんですが、クリーンになってきてたようです。で、良くなってきてたんですよっていうふうにおっしゃってました。だから、ウクライナの悪いとこを隠したりとかもしませんし、ウクライナのこういうところは日本より悪いんですだったり、ウクライナのこういうところは日本より暮らしやすいんですだったり、本当に正直にお話しされる、関西弁のね、本当、人柄のいい、優しいおじさんなんで、はい、来週、高垣さんから貴重なお話聞かせていただけると思いますので、高垣さんを含め、高垣さんのご家族だったり、ウクライナの人々が、少しでも被害者の出ないように、平和でありますようにと祈ります。はい。そうそう。だから大統領に対しても、どういう選挙だったかとか、ゼレンスキーさんもね、どういうふうに、国民から思われてて、こういうふうに思ってた支持者もいたし、こういうことを嫌やって思ってた支持者もいたし、みたいな、そういう質問もね、素直に答えてくださいますので、はい、来週。貴重なお話聞けますので、ぜひ皆さん、聞きに来てください。で、拉致問題についても、高垣さんから、そういうね、なんていうのかな、高垣さん言ってましたよ、マフィアみたいな親分がね、やってる、運営してる国の元っていうのは、本当にこういう被害者、悲劇がずっとこう生まれるんやなぁと、その北朝鮮もロシアも一緒ですわと言われてましたね。はい。はい。じゃあ今日の配信終わります。皆さんありがとうございました。池田さんありがとうございます。池田さん、大変お疲れだと思います。明日もね、朝5時起きで、はい。行かれるところがある。お仕事なのかな？はい。池田さんありがとうございました。お疲れ様でした。はい。じゃ今日の話終わります。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございます。